落開でこう、ゴールドゲームということで、結局阪神は負けたと。まあ、うん、よかったやん。あんな大雨の中、し。な、やらんでさ。な、割と頑張ってやってたな。割と降ってたのにな。あんだけ降ってたら。うん、あの、うん、<laughs> まあ、審判団も。我慢してやらしてたと思うわ。 あれ審判が決めんの決めめの、ね、最後中断する時になマウンドにシートかけてたやろブルーシートなああいう何か所かになうん、うん、で状況を見てもう病んでこれやったらできるっていう判断したら再開するけどもまだ振っててもうこれは無理やなと思ったらもうこれコールドゲームということでここで試合終了してもいいかどうか双方のチームの監督に審判が聞きよん、ね、今日はあの結局そういう形になったんりそらあれやったらもう続けてても意味ないやん ちょっと年はぶりやな気の毒にな、うん、病み上がりの子もいんのにな、うん、ということで結局横浜3戦とも負けて、うん、合計阪神4連敗やとまあでもなんかホームランとか出てたみたいけどそうやな,、あのー、なんかいっぺん勝ちそうな雰囲気もあったけどやっぱり負けたなそうやな一回は逆転したいんやけどなリードを守りきれへんこの試合は阪神が5 5点で横浜が7点と5対7で結局は負けたとヒット数は阪神が6本横浜は13本と要は阪神の倍以上打ったとだからやっぱり点数にもあの点数も多かったな代打逆転満塁ホームランが出た阪神やけど普通やったらこれ勝,勝つんやでこの勢いで今の阪神っていうのはやっぱりその負けの負のオーラが ややっっぱり強いんやなっていんなてうのが感じられたねでついでにこの雨がもうそこでやめとけ言うてうまく引き寄ったしな雨が2点差やから点の取り合いやから、うん、あと3回やったら阪神逆転できる可能性もあんねんこれ以上なんか負けんでよかったんちゃうでもでもまあ,あのしょうがないそれはもう雨が結構降ってたからそれ以上はもうどうしようもないからな、まあ、こういうとこも 阪神のチーム力というか、そのよ弱い今年の弱さの原因やな、目に見えないなんとかがあるのかもからな。でこれで目に見えて弱いやん。いや、でも逆転満塁ホームラン出てたら普通勝つよ。いやでもそれで盛り上がって勝つんやん。いやいや、やけで横浜勝ってホームラン出てるやん。でも横浜のホームランスリーランやん。スリーランとスロホームランやん。日本出てたら横浜の方がいっぱい出てるやん。 この調子で行ってみ絶対負けてるってもうひいき目なしやでこんなのいや,いやいやいや分かれへんってこ試合展開は天の取り合いやから、はい、そりゃそうやけど阪神が全てでずーっと来てたら負けてるって俺も言う雰囲気的にあなんとなくチラチラ私もほら見てへんやんご飯のこしらえとかしてるからさ、うん、せやけどなんとなく雰囲気的にああなんかこれ負けてる負けるんやろなっていう感じはするよまあなひいき目なしでな、うん、でも3回やったらまだ分からんとこや 点が入れへんゲームやったらもう厳しいなとは思うけど、今日の点がやったらまだ分からへん、やってみたら、ここからもっと阪神をつかむからそれはやってみへん,んと分からんってことやからな。うん。ここはちょっと、この阪神の点の入り方見てたら、もうちょっと打っても点入りそうな気もするけど、まあそれ以上に横浜用打ってたからな。阪神がまた点取っても、それ以上にまた点取られるかもかねの方が私はれそれ、それもあり得る。うん、ただ、まあ流れからすると、9回まであったら、もうちょっとよかったなと思う。どうせ負けんねやったら9回やって負けてもいいやんか。 でも雨どうせ負けるんやったら早いことをたえた方がええやんかそんなん言うんやったら、うん、ほんならもう今日ももう9回やるのやめて6回で終わろうや言て双方で決めてもう,もうやめよういやいや,やいもう今日はもうたまたま雨で終わったけどこれはこれでよかったやん雨の中引きずってやってんでもそれで勝てたらええねんけどなうーんまあ勝てたらええけどな負け る可能性の方が長すぐやんこれでぐやん結構揉める時あんねんであそうなんうん負けてるほんまいやまだ回あんねんこれからやったらまだ分からへんやないか言うて、まあ、えらい揉める時あんねんであそううんでも阪神はもうそこまでの今気力もないからだからやん、うん、しょうがないなだからもうええやんそんでしょうがないなっていうふうに濡れんのも嫌やしってもうだんだんなってきたはいもう帰りたなってきたんやろうな多分いやそうやろなだからそんなチームにな最後まで 勝てるか言われたら勝てへんことの方が大きいんじゃうって思うだけでな、うん、まああの雨の降りようからしたらあれを無理に強引にはできへんからそこはもうしゃあないね、うん、だただ雨がもう止んでたとすればほ、うん、んなはもうちょっと当然9回までやろうってなるやんかまあそれ当然やるべきやな、うん、もうコールドや残念ながら今日巻きだりが予想してるけども100とかするかもわかれへんなっていう感じ、えー、このままの勢日ずっと変われへんかったらな、うん まあそんなことはないと思う、どっかで阪神も、あのー、チーム状態がようなってきて、勝ち始めてくるとは思うねんけど、ちょっと,ちょっとまああの引っ張りすぎてるわな、この感じを。いつになったら、あのー、打破すんのかと思う。点の取り方が中途半端やねんな。5点ぐらいやろ。5点ぐらい言うたら、まだ相手チームもなんとかなるレ,レベルや。んんそうなん、うん、これ、もう10点取ってみるそう簡単にひっくり返されへんで、うん、10点取れば。 そのぐらいまで点取ったらえに1回ほんならその試合出て勝てると思うわ俺それは10点も取ったら勝てるやろでも8点取っても負けたからなあほんまやなうん,うんだから普通8点取ったらもう勝てるはずやねん、うん、けど今年そんな前け方してるから8点取っても勝たれ、うん、そんなことで、えー、スコア的にはそういう5対7で負けたと阪神、うん、打線が新打線を、うん、組んできたと、うん、人も入れ替えたというところとそれから作戦面で えー、ランエンエドヒットを使用しただから、進塁しようという意欲は伺かえた。で、あとは代打で小野寺が逆転満リーホームランを打ったよと。ポイントの4つ目としては系投策、ピッチャーのー繋いでいくね系投が失敗したと。だから、5点取っても勝てんか。両チームの先発、阪神の先発は斎藤幸也 中継ぎでちょろ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 投げてるピッチャーで、まあ、1回1イニングあるいは2イニング投げるかぐらいのピッチャーですで今日は初めて先発やからどこまでいけるかなとは思って見てたんで斎藤幸也を、うん、起用する時は負けてるゲームに起用すよと勝負どころで使うピッチャーじゃないって言ってきたんですけども今日はなぜか先発をさせたと他にピッチャーがおらんかったのかどうなったのか分かりませんがまあでもどこまでいってくれるかなと思って一応は見ました だけどやっぱりあんな以上、早めにもう降りるという、降板するということ。斎藤由紀は1995年生まれて27歳。山形出身、山形中央高校から、当院横浜大学まあ、学生時代は横浜の方に乗ったんやろ、俺やったら。なあ。ほんで、本田技研に入って。それから、えー千あ、2018年のドラフトで4位でもって阪神に入団。一方、お横浜、 あ坂本裕也,、まあ、也、25歳。で、その注目の,その阪神のおーオーダー、うん、1>, 1番に近本を戻しました、2番は新たに若手を起用しました、熊谷という。あのー、ダイソーとかでよう出てくるんやけど、今日は来ました、今日頑張ったよ、こいつ。それから、えー、と3番にサブエロを入れて。 で4番大山は変わらず、5番に糸井を入れたと。今日はね、ロハスじゃなくて糸井を入れましたと。で、ね、トップを打ってた中野が6番になりました。で、7番に元巨人の山本が入ったと。まあ、左ピッチャーはいいこともあってやと思うんでね。左ピッチャーには右バッターがいいから、右やから。で、8番にはそのまま、梅野で、でピッチャーという形で。 でえー、さ早速1回の表の攻撃で近本がアウトになった後にこの熊貝があライト前にクリーンヒット打つんよ。あいええやんと思って。ちょっとしばらく使った方がいいと思う。んで、ワンアウトランナー1塁やろ。んで、ここで、ここでラインエンドヒットをここでも起用したんかな。熊貝が、あのー、1塁から2塁に走った時にに佐藤が振って、まあ、三振になったんやけども。でも2塁に けたからうとでツアウトで2塁、塁で大山がファーボールで歩いて、一塁二塁、2アウトで、ここで、5番の糸井が得点圏打率4割6分にって、高打率りつない。だから打つかなと思って見てたけど、上がかかった。センターフライ。0点これが惜しかった。だけど、えー、今みたいにランナーを走らせようと。雨の日やから通りは単独通りは難しい。だから打ち、走らせながら打たすという。ヒットになんなら、 とは違うけども、ライン,エンドヒットみたたいな形を取った、まあ、ひょっとしたらヒットエンドなんかも分からへんけどな。でもヒットエンドラインやったらサトテルは絶対当てて転がさなあかん。で、えー、2回のこれは表の攻撃でも7番の元教授の山本がヒット出た後に梅野のところでラインエンドヒットを起用しました。使用した。で梅野はやっぱり空振り三振。だけど、せあのあの一塁ランナーの。おー 山本はセカンドまで走っていっててこアウトになった青となったけどもバンドとは違う形でもルイを進塁させようとランナーをそういう意欲がちょっと見えたあ打順が変わったことそれからあのまあラー無駄人ったってことやなそういうこと、うん、そういうことがあってまあ,あの今まで動かせへんだから動かしかけてるから、うん、まあちょっといい兆しかなっていうのは見受けられたで 3回に半紙は1点入れます。1点入れたのは、これは、ピッチャーの斎藤幸也が2塁打を打って、ノーアウト2塁で出て。で、その後の近本がヒットを打って、ノーアウト1塁3塁。ノーアウト1塁3塁でさ、そら1点入れるやっていう話やから。な。ほんで、その次の熊谷、さっきライト前にヒット打ったんが、ライトに今度は犠牲フライ打って、それで1点入れたで。熊谷使ってよかったよ。 今,日で今度は1点、これで1対0リードしたところ、ベイスターズの攻撃が3回裏にあって、ここで持って牧にホームランが出ると。スリーランホームラン。で、3点入れたと。これ逆転されました。1点先に取ったにもかかわらず、逆転されました。1対3。4回の4点。4回の4点は、これさっきからちょっと言ってるけども、小野寺ダーン。 満塁ホームランムラン。真ん中のストレートよかったな。で、4点入れて、これ、話、またあのちょっと勝てるかなーみたいな思ったけど、5対3や。負けるかなーみたいなところもちょっと思ったけ対三やな。うん、ほんで、今度4回裏に、斎藤に代打出したから、ピッチャーはもう交代して、要は斎藤は3回までしか投げさせへんで、だんだん投球が悪くなってきてたからな、もうこれが限界やと思ったわ、小野もそう思ってたよ、交代した。 えー、横浜のトップバッターの楠本に内角高みのカーブをライトスタンドに運ばれた。これで1点入りました。ここで5対4になりました。3回、4回。俺いつも言うてるやん。点取ったら取,取られるな。取ったら取られるな。なんでか言ったこれ勝つ,勝つための鉄則やねん。<や>取った回には抑えなかんねん。<鉄>な。鉄則多いけどね。鉄則。 <laughs> それをできへんからやっぱ負けんねんやって。テスト勝ちの鉄則をやれへんからな。まあやれへんって簡単にはいかできへんよ。難しいわな。<laughs> で、5回の、五回に今度5対4で勝ってたのに5回に逆転されます。5回の裏の攻撃。やっぱりなんか逆転されたわっていう感じやったな、これな,なで、<laughs> まあ、あのー、4回は、 から、馬場が出てきたわけな。背番号18番の馬場が4回出てきて、うん、もう1点、ホームランで、まあ、点取られたものの1点は取られたんやんか。うん、あんまりええと思えへんで見てて。うん、コントロールあんまり良くないし、あんまり球威もなかったし、ちょっと危なっかしいな思ってたのに、5回も投げさせたわけや。それは、まあ、先発ピッチャー5回投げられへんだからな。 三回しか投げられへんなもんやから、少しでも長く投げてくれよと若いピッチャーはっていう思いやろうけど、でも四回のピッチング見てたらちょっとこれは、無理せん方が良かったんちゃうかまして今日なんか雨降ってたら、いつ終わるか終われへんやんか。俺ず,ずっと言うてたやろいつ雨で中,中止になるか、あるいは雨でも試合終了になるか分かれへんで、って常に言うてたやん。ひょっとしたらノーゲームになるかも分かれへんでっていうぐらい言うてたやんか、俺。見ながら。となってくると、そんなにピッチャーを、 あの複数回またがしてなにささんでも1回ずつ交代してのもよかったかもかな。だって9回やるとは限れへんし。そんなんいっぱいピッチャーいるのいるよ。だって、うん、いつも5人ぐらいなしてるやん。でも選抜ピッチャーがやっぱり5回まで投げてくれたらもっと楽なんねん、あとは。うん、5回まで投げるのに2人つぎ込んでたら何してんのって話。でも普段中継ぎしか投げてないピッチャーが選抜させたらそれ5回投げろよだって無理やわな。うん、な もしクローザーにお前5回投げてくれるかって言ったら絶対無理やで、うん、そんなもんねうん1回しか投げへんねんもんそううんで、まあ、5回の3点は取られるということで結局は幸運のため中断になってまあよかったやんで結局この試合は6回コールドゲームを宣言されて試合終了あのジャジャブリの中でなやるんでよかったやんあれ応援してる人も大変やなカッっ着てな タイガースは黄色いカッパよく着てたけどなレフトスタンドでなあれ着てても結局カッパからポタ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 追ってくるわけやな濡れんねん見てたんやなまだな夜はな傘さしたら後ろの人見えへんやんか寒くなってくるし風邪くてる人ももうようみんな疲弊するでやなおよ試合進むかもうあかんかったらもう おししまいいにててっていう気持ちは半分になってるやろななってるなってる私はでも帰ってるわうんでまあ結局横浜 d m n a が阪神3連戦で3連勝したっていうのは15年ぶりらしいわ、うん、ええー、そうなん、うん、えー、でもよかった、ね、まあ横浜で特にこのハマスタではな、うん、横浜スタジアムでは阪神は強いね、えー、そうなんや去年圧倒的に強かったあの阪神に負けてるいや去年だって優勝しようとしてたんやんからやっぱり強いよ あそう他のチームにも勝ってたよ。うん、ということですと。はい、わかりました。はい、で今日良かった選手、いいですかって言って発表します。はい、はい、どうぞ。1> 第1位、小野寺、うん。理由は、大打逆転満塁ホームラン。もう最高でしょ、これ。めっちゃ喜んでたよ、本人。まあ、それなよ、よく、うん。 あのヒーローロもうこのまま終わったら明日の関西のスポーツ誌の一面は小野寺だんやからそうやなうん、うん、だけどあかんけどななんで負けたから、ね、<laughs> ああそうかそう,そう <laughs> で第2位 2>、うん、元巨人の山本2安、う、打、んえー、で1四球3打席全部出塁しました、うん、第3位、えーまあ、ピッチャー誰か入れたいなと思ったけど誰も入れる人いませんでした、うん、7点も取られたし ということで、えー、以上が今日の試合の